皆さんこんにちは、池田ゆめみです。ついに超地味なんですけども MUTV 登録者数が1万人を達成いたしました。ありがとうございます。結構ね、前々から1万人達成するのを目標で、それが夢で願ってはいたんですけども、地味にパッと気づけば1万人を達成しておりました。過去 の動画も回数が結構上がってたので、それを結構見てくれて登録してくれたのかなと思っております。ありがとうございます。ここ1年くらいはあんまりちょっと動画をアップできていなかったんですね。っていうのも結構今は一児の母で1歳と8ヶ月の息子がおりまして、育児優先して生活をしてるんですけども、プラス産後からちょっといろんな病といいますか、このね、慢性上咽頭炎っていうのにまずなってしまったのと、あと合わせてそのなんか痙攣性発声障害っていう障害もダブルでこう重なってなっちゃって、結構その喋ったりとか歌うことがすごい困難な感じになっちゃって、なかなか動画をアップする機会が減ってしまいました。はい、結構ね、慢性上咽頭炎っていうのになってる人は多いみたいなんですけども、まあ合わせて痙攣性発声障害っていうちょっとややこしい病気があるんですが、そういうのが重なっちゃって、結構歌とか話すことがちょっとね億劫になってる時期がありました。結構最近は少しずつなんですけども良くなってる気はしておりまして、そろそろまたこういう感じで動画をアップしたりとか、できたらそのカバー曲とかももっとアップしていきたいなと考えております。とにかく、1万人っていう数が達成できたのですごい嬉しくて、これをもっと広げていけたらなと思っています。またその上咽頭炎の話とか痙攣性発声障害の話とか、もし同じ悩みを抱えている人がいたらいろいろ情報をシェアし合いたいなと思っています。はい、プラス、もっとこういう動画が見たいなとか、こういうカバー曲聞きたいなとかがもしあれば、ぜひコメントいただけたりすると参考にさせていただきますので、ぜひぜひそういう声を聞かせてもらえたら嬉しいなと思っています。はい、とにかく1万人達成できたことはすごく嬉しいです。皆さんいつもチェックしてくれてありがとうございます。ぜひまたよければ、昔の動画も気になった曲があればぜひ聞いてみてください。皆さん登録いつもありがとうございます。